今年11月に任期満了を迎える県知事選挙に、石巻市の医師張純一さんが立候補する意向を固めたことが分かりました。2017年の前回知事選で村井知事の対立候補を擁立した市民連合宮城など複数の市民団体が張純一さんに出馬を要請する方針です。張さんは要請を受諾する意向で、来週にも正式に立候補を表明する見通しです。張さんは東京都出身の55歳で、震災後は石巻市内の仮設住宅で被災者の医療ケアに携わってきました。4月の石巻市長選では無所属で出馬し落選しました。市民連合によりますと、張さんは医師としての経験から、県による仙台医療圏の4つの病院の再編方針などに反対の姿勢を示しているということです。市民連合は県議会の野党4会派に支援を要請する考えで、立憲民主党系会派の宮城県民の声や共産党県議団は要請を受け次第正式な対応を検討する考えです。知事選には現職で5選を目指す村井知事が立候補を表明していて、県議会の与党会派の議員ら37人が村井知事を支援する会を立ち上げています。